でモンスターを倒したんだ。そ
コッパちゃんがそんなこと。おーい、ティラミス。聞いてよティラミス、オイラヒーローさんから手紙をもらったよ。そうなの？よかったね。ところで、なんて書いてあったの？だが、僕はもう君を助けることができないんだ。僕の故郷がモンスターの集団に襲われてしまってね。だから僕は故郷へ帰り、モンスターと戦わなければならない。残念だが、君ともお別れだ。君にはもう僕の助けはいらないはず。これからは自分のことは自分で守り、ティラミスさんに迷惑をかけないようにするんだよ。ではまた会える日を楽しみに待っている。君のヒーローより。だってさ、やっぱりすごいよなヒーローさんは。だって一度も会ったこともないティラミスのことまで知ってるんだよ。そうだねヒーローさんの故郷大変そうだな。よし、オイラ決めた。今度はオイラがヒーローさんを助ける番だ。そうと決まれば特訓特訓。このままじゃ足引っ張っちゃうもんな。強くなるぞ。おー、頑張ってねコッパちゃん。ん、何言ってんのティラミス。ティラミスも一緒に来るんだよ。え、でもヒーローさんの手紙にはティラミスさんに迷惑かけるなって。オイラが強くなる手伝いをさせてあげるんだよ。どこが迷惑なんだい。そうだ、ティラミスも一緒に強くなってヒーローさんたちを助けに行こう。そうすればもしかしたら二人ともヒーローになれるかもしれないね。ワクワクするな。コッパちゃんたら。ほら、ティラミス、早く早く。ちょっと待ってよ。あ、そうそう、これはお礼ね。もうヒーローはいないんだから、コッパちゃんにはちゃんと強くなってもらわないと。ありがとうね。
Thank you.
これ。長い竹の棒に突っかかりみたいなのがついてるだけ。それが2本？あ、なるほどね。きっと魔法道具なんだ。見た目は関係ないんだよな。お、珍しいもんがあるじゃねえかい。ロッシー、ちょうどよかった。この魔法道具の使い方をだな。魔法道具？いや違いますよ。これは異国の遊具でさ。遊具？え？おもちゃってこと？あ、こうやってで、この足掛けの部分を動かせば高さも調節できるんで、ビスコ先生でも2メートルの身長を体感できますぜ。おお、そういうことかい。ロッシー、覚悟しな。え？したし、ここまでにしといてやるか。この竹馬はお前らにやるよ。ダメージ床回避には使えるだろ。身長なんて気にしなくてもいいですよ。ディスコ先生はそのままで十分可愛いです。